声、太鼓の音とともに太鼓台に命が吹き込まれ動きが始めました。太鼓台の天井、天幕は空を表し、黒い布団の奥には雲を、そして四方に垂れ下がる草は雨を表しています。黄金色に輝く飾り幕は金糸で作られています。太鼓の真ん中には大きな鳴り物の太鼓が据えられており、その音がエネルギーの源です。指揮者の掛け声、笛、太鼓の音に合わせ重さ3トンにもなる太鼓台、150人余りの男衆で書き上げます。まず初めに登場したのは阿久西太鼓台でございます。御子自身のテーマで作られた太鼓台、自慢は大きな鳴り物2尺5寸の太鼓でございます。阿久西太鼓台、勢いある演技、太鼓の音色をご堪能ください。見事差し上げで皆様にまずはご挨拶でございます。ご堪能の力となってまいります。よろしくお願いいたします。続いて登場いたしますのは岸の下太鼓台でございます。一番下の高欄幕を外し、太鼓打ちの姿もご覧いただきます。世代を超え受け継がれてきた岸の下太鼓台、昭和61年に作られた現在の太鼓台は先代から数え4代目でございます。太鼓を揺らし書き上げたそのスタイルは日本一と自負しています。さあ、小勇みでやってまいりました。今日は祭りでもめったに見ることができない演技を皆様にご披露いたします。掛布の掛け声だけで書き上げるその姿、たっぷりとご堪能いただきます。ぴったりと合わさる瞬間をご覧いただけると思います。
こちらは太鼓台の後ろ姿でございます。後ろ姿もたっぷりとご覧ください。男たちのかっこいい姿、ぜひとも見に来てください。